お、スティルツキンや。ダイヤモンド、エーテル、エリクサーの3点セット。まあ、買おうか。安いし。ありがとうよ。これでまたしばらく旅を続けられそうだ。こいつはどんなとこでも来るんやな。とりあえずここを行くか。ここならガーネットを休ませることができそうだな。けど、何なんだこの村の奴らは。まるで正気がない。それにひどく嫌な予感がする。なんだこの感じ。いや、今はひとまずガーネットを休ませるのが先決だ。ねえ、この辺りにどこかお薬とか。ねえ、この辺りにお薬とか売ってるお店とか。だからお薬どこかにないかって聞いてるの。もうなんでここは変な人ばっかなの。みんなジタンみたいな尻尾が生えてるし。あ、その辺りにピモピモソウでも生えてれば着付け役作るのに。ないわよね、こんなところには。あ、見つけたわよ、さっきの子ね。あなたが変なところに連れてくるから、ガーネットが。うん、今はそんなことどうでもいい。ねえ、なんかお薬とかないの？もうすぐ目を覚ますわ。なんであなたにそんなことがわかるのよ。彼は？彼？彼？彼ですって？チタンのことを言ってるの？ヘイコだってまだそんな風に呼んだことないのに。でも残念でした。チタンとガーネットは熱々なんだから。あなたの入る隙なんて。彼に伝えて。地下研究所で待ってる。ずうしいにも程があるわ。なんでヘイコがそんなこと。ちょっと待ちなさいよ。なんなのあの子。で、こうしてはいられないわ。なんや、英国劇場が。ガーネット。姫様、おいとおしや。くそ、どうしたのじゃチタン。先ほどからお主らしくもない。なんだよ俺らしくって。すまない。自分でもなんだかよくわからないんだ。ただなぜか落ち着かないんだ、この青い光。おお、姫様、お目覚めになられましたか。一体どうしたのじゃ、急に気を失うとは。思い出したの。何をだ。マダインサリを破壊したのは嵐なんかじゃなかった。あの飛空艇に着いた瞳、あれがマダインサリを破壊したの。覚えているでしょ。アレクサンドリアが破壊された時もあの瞳が現れた。確かに上空にあのような瞳が浮かび上がって、そこから光が。そういえばイーファの木でバハムートが暴走した時も。ええ、空にあの瞳があった。おそらくは同じ飛空艇。何ですと。それではあの飛空艇がブラネ女王。おっさん。あ、すみませぬ姫様。いいの、もう分かったことだから。そう、私の故郷も、私の育った城も、そして私の生みの母も、育ての母も、みんなあの飛空艇に奪われてしまった。なんということじゃ。あ、ガーネット、大丈夫だったの。もう平気よ。ダメダメ、なんだかまだ顔色が悪いよ。休んでなきゃ。なんだか他のみんなも顔色が悪い気がするけど、どうしたの。反することはない。慣れぬ地でみんな疲れたのじゃろう。あれ、チタン、どこ行くの。あ、そういえばあの変な子、エイコたちをここまで案内してきた子がまた変なことを。
ジタンのことを地下研究所で待ってるですって。なんかやらしい。ジタン？うん、マジモードですね、ジタンが。ジタン的にはもう心当たりがあるのかしら。あ、入られへんのね、この門の前まで。あ、下に宝箱あったの今。地下研究所、なんかどっかで行ったな。これか。はい、こいつだ。そうかい、そうかい、全くご丁寧なことで。で、結局これも俺に見せたかったものだってことか。そう、もう理解したよね。理解したくもないけどな。あいにくそこまで間抜けじゃない。こうも自分と同じような尻尾持った奴がうよいいるんじゃな。彼らは同じ仲間たち。この地に生きるジェノム。ジェノム？それがこいつらの？いいえ、彼らだけではないわ。あなたも私も。私たち全てに与えられた種の名前。それがジェノム。皮肉な話だ。あれほど探したふるさとがまさかこんなところにあるとはな。そりゃ見つかるわけないよな。ガイアの上のどこにも存在しないんだから。嬉しくないの？自分の生まれた地に帰ったのよ。嬉しい？お前らにそんな感情がわかんのか？どいつもこいつも魂の抜けたような顔しやがって。仕方がないわ。そのように作られているのだもの。そして、魂を持たないジェノムであることをここでお互い確認し、管理するよう仕向けられている。一体何のためだ？もう腹の探り合いはたくさんだ。テラで生まれた俺がなぜガイアで育ち暮らしてきたんだ？俺は生きてる。魂もある。なのになぜこいつらはこんな風に。あなたが特別なのよ。何？私たちはただの器。あなたは器以上の役割を与えられただけ。すべてはガーランドの意のままに。ガーランド？おい、一体そいつは？ガーランド、あのジジイかな。ジジイというか、なんかジジイかな。ジジイっぽかったよね。はい、ジジイやね、多分。ガーランドは星の管理者。彼の使命はテラの民の復活。テラの民の復活？ここにいる奴らがテラの人間じゃないのか？彼らは器に過ぎない。いいえ、あなたも私も。本当のテラの民は眠っているわ。長い長い時を待って。いずれ時が満ちて、テラがガイアにとって変わるとき。そう、この星の光が青から赤に変わるとき。ちょっと待て、テラの目的はガイアの乗っ取りなのか？他に何があるっていうの？老いたテラは新しい星を奪うことによって常に生き続けてきたわ。そしてその時が訪れると、テラの民の魂がジェノムに宿る。それがテラの民の復活。なんでそんなまどろっこしいことをしやがる。お得意の魔法でもって滅ぼしちまえじゃいいじゃねえか。滅ぼしちまえばいいじゃねえか。アレクサンドリアはそうしたように。遥か昔、一度はガーランドも強引な手段を試みた。けれど失敗した。だったら尻尾巻いてどっか行きやがれってんだ。その失敗のため、ガーランドは長い時を待つ羽目になった。若いガイアが強大な力、召喚獣を使いこなすまでの文明を持たぬよう監視しながら。だから召喚士の村を襲い、アレクサンドリアを破壊した。星には魂の循環があるわ。魂は星に生まれ、
星に帰る。その循環までも制御しようとガーランドは考えた。とんでもねえな。そのためにあなたにも働いてもらうはずだった。なんだと？ガーランドが待ってるわ。ついてきて。何を企んでる？俺にはテラだのガイアだの関係ねえ。俺はマジか。すごいな。ジタン帰ってこないわね。ガーネットの調子が悪いっていうのに何やってんのかしら。ねえ、エコ。あ、ガーネット、寝てなきゃダメじゃない。もう大丈夫よ。ねえ、それよりお願いがあるの。何？エコにできることなら何でも言って。ジタンを探してきてほしいの。え？別にいいけど。あ、わかった。ガーネット、焼き餅焼いてるんでしょ。違うの。なんだかとても嫌な予感がして。いいよ、エイコ行ってくる。だからガーネットは休んでてね。お、久しぶりやな。いつか帰るところ。久しぶりのアクティブタイムイベント。あ、クイナ。おお、大きな石あるね。こんなものをみんなで眺めて一体どうするあるか。実はこれ食べられるあるか、それともでっかい石焼き芋に使うあるか。何にも反応ないあるね。ちょっと舐めてみるあるよ。何も言わないってことは構わないってことあるよ。お次、めっちゃ舌動いた。ちょっとしょっぱいあるか。おら、あれは。ああ、いや、空気読めよ。時短何やってるあるか、こんなところに立って。ああ、なんだ、クイナか。そんなところで黙って立ってると、ここの喋らない人たちと全く目焼きがつかないあるよ。誰にも似てる人がいるとは言うあるが、こんな地面の内側に似てる人がいっぱいとは。世の中不思議なことがあるものあるね。そうだな。ジタン、どうしたあるか。さっきからなんか変あるよ。ん、そんなことないぜ。俺はいつもの俺さ。そんなこと言ってクイナだってクイナの師匠と見た目そっくりだぜ。そりゃそうあるよ。クエル師匠と私は同じ部族ある。だろ？他の種族から見たら同じ種族のものは見て、え？似て見えるものさ。そういうものあるかね。ん？同じ種族？お、気づいたか？あー、そうよな。だって俺らから見ても、あの、例えばその外国の方とかあんま分からへんもんね。特にあの、ほら、アフリカの人とかさ全く分からへんもんねそういうことなんやろな。でもな、エイコも休むか。あ、そうなるね。これエイコ単独と、あ、まあ休まんでやろ。お、ああ、そういうフェーズね、今。心のありか。ねえ、この辺りって。あ、さっきの人。あの、君たちってここで何をしてるの？ああ、そうそう。ここの青い光、綺麗だよね。君たちも好きなんでしょ？みんな青い光見てるから。この光は我々に不快感をもたらす。あ、そう。あれ、さっきの子だ。ん？あれ、ジタン何してるの？何してるのって、ベビこそ何やってんだ？ここの村の人たちに話を聞こうと。この子ならあんまり年も変わんなそうだし。無理だろ。そいつらに何聞いてもろくな答えは。でもなんだか
話せば伝わる気がするんだ。へえ、お前がそんなことを言うなんてな。なんて言ったらいいのか、その似てる気がするんだ。まあ、黒魔同士のね、あの人たちに、うん、似てる？どういうことだ？俺に似てるのは見りゃわかるぜ。違う違う、そうじゃなくて、カーゴシップやクレイラで見た僕の仲間たちに。全然見た目は似てないんだけどね。一つだけわかるよ、この子たちの心も空っぽなんかじゃない。もしかしたら心がどこかにお出かけしてるだけなのかもしれない。そうか、空っぽじゃないか。あれ、ジタンどこ行くの？ジタン？こういうのが刺さっていくよね。心がどこかにお出かけしているのかもしれないと。かわいいから。まあ、この逆サイドから回ってこっちに行くのがまあ、定石でしょ。あれ、サラマンダーいる。え、マジで？探しに行くんだろ。え？おいおい、イケメンかよ、その意味。ああ、そこだか、ついていってんやな。おい、一体どこまで連れてくつもりだ？行ったでしょ、ガーランドのところまで。そんなこと言ったって、この先は行き止まりじゃねえか。あ、でもここ、え？あ、最初のとこかと思ったけど違うのかな。最初のとこもおったよね、あのガーランドとかいうの。道はあるわ。ほら、あそこから彼の元へと行ける。木？彼が魂たちの眠る地で待ってる。その時を、復活を待つ魂たちが、時を刻む浮遊城、パンデモニア。パンデモニウムっていう名前やめてもらえませんかね。いや、ちょっと銀髪のテンパの兄さんの漫画でちょっとねえどえらいやつの名前になってるからな、それ。マジか、パンデモニウムか。あ、そう。まあまあ慣れるしかないな、うん、あれが言うたびに頭から出てくるけど。仲間にお別れはしなくていいの？ジェノムだかなんだか知らねえが、俺はここで生まれたんだろ。だったら俺はガイアの人間にとって敵だってことだ。物分かりがいいのね。勘違いするな、俺はお前らに味方なんかしない。ただお前らが、テラが俺の身内だってんなら、身内の不始末は自分の手で蹴りをつける。それだけのことだ。ほう。なるほどね。あ、もういけるんや、普通に。パンデモニウムか。そうですか。ちょっとあなた、ジタンをどこに連れて行ったのよ。彼は自ら望んでガーランドの元に行ったわ。ガーランド？なんだか悪そうな名前だけど。ジタンがエイコたちを置いてきぼりにするわけないじゃない。彼は言ったわ。そう、自分の存在理由を知るために。嘘よ、そんなの嘘に決まってるわ。自分はガイアの敵だ。そう言って彼はパンデモニウムの門をくぐった。おい、最近のメディアかお前は。悪いところだけ切り取りやがって。大変だわ。いや、そこだけ。願わくばさまよえる魂に平安の地を。ああ、もう悪いとこだけ言いやがってこいつ。ピックアップすんなよ、そこだけ。身内の不始末はてめえでつける言うてたよ。ここがガーランド様のお屋敷ってわけかい。大層なご趣味をお持ちのようで。さて、その面を拝ませてもらいに行くとしますか。
なんかあれやね。おお、待ちわびたぞ。おお、お前は今から12年前になる。私は一人の優秀なジェノムを失った。ガイアに使わし、ガイアの魂の循環を乱すために作られた命。それがお前だ。よくぞ戻ってきたものだな。うるせえ。俺が何者か、俺が決める。お前なんぞにどうのこうの言われたかねえんだよ。そうか。お前がガーランドだな。ならばどうする。ぶっつぶす。って言いてえところだが、その前に全部話しやがれ。なぜ俺はガイアで育った。何のためにお前たちはガイアを破壊する。ガイアを破壊するつもりなどない。ただガイアを寺にするのみ。なんだと。無論全てが思い通りに行くわけではない。お前がガイアで育ったこともその一つだ。お前と同じように作り出された生命、奴が歯車を狂わせる一位になったのかもしれん。奴、誰のことを言ってるんだ。お前もよく知っている男だ。まあ、クジャやろな。ついてこい。ガイアの輝きが真紅の寺の輝きに変わるまで、まだ時は満たぬ。かっこいい。いずれお前の力が必要になるやもしれん。かっこいいじゃないですか。黒い鎧のジジイってかっこいいな。時を刻むしろ、パンデモニウム。はあ、待ちやがれ。どういうこと。あ、そういうこと。はい。さあ話してもらおうか。一体私はテラの民の魂が目覚めた時の器としてジェノムを作ってきた。しかし今から24年前、お前と同じような一人のジェノムが生を受けた。そのジェノムは器にするにはあまりに意志が強く、一度は私も廃棄を考えた。しかしこうも思った。力があるのならそれを利用すればよい。私はそのジェノムをしもべとしてガイアに使わし、ガイアの魂の循環を乱すことにした。だからそいつは誰かと聞いてるんじゃねえか。何この。まだわからんか。お前にとてもよく似た男だ。俺に似てる。そんな奴に会ったことは。己が瞳に映る姿のみを捉えればな。お前とよく似た魂の形をした男、私がガイアに使わした男、お前の兄とも言うべき男、それがクジャだ。クジャ。奴がジェノム。そんなバカな。奴には尻尾もないし見た目も。隠しているだけだ。奴は自分がジェノムであることを否定しようとする。自らの存在意義を認めず、己が生を主張しようとする。うり二つではないか。そう、お前に。ふざけるな。俺はあんな奴とは違う。奴もよく言った。こいつらとは違う。同じ種であるジェノムたちを指してな。はい。はい。待って。どこ行くね。ジェノムとしては不適合とも言える奴の欲望は、ある一つの任務に関しては最適だった。戦乱をガイアにもたらす。それが私が奴に与えた任務だ。本来あるべき流れでなく、不自然に乱れた流れを作り出すこと。
だから一体なぜ？魂の流れを乱すということ。それがつまり戦乱。想像以上に奴は働いたというべきかもしれん。俺は一体なぜガイアに？お前がブランバルに生を受けたとき、クジャにはお前の存在が許せなかった。自分より大きな力を秘めたジェノム。このままでは己の地位を脅かすかもしれん。クジャはお前を捨てたのだ。奴がこれから戦乱を起こすべき地、ガイアに。お前は俺をクジャと同じように、ガイアに戦乱を起こさせるためのしもべとして。その通りだ。クジャがお前を捨てたのは想定外だったが、それもまた、奴の特性として認めることにした。それに奴にとってみれば、ガイアの戦乱はお前への勝利の証明につながるわけだ。奴がお前を殺さず生かしたのも、己が存在を証明したいという欲望のためかもしれん。そんなことのために多くの人の血が流されたっていうのか？そんなこととは、クジャの欲望か？我々の目的、魂の循環を乱すということか。どちらもだ。大体、その魂の循環を乱したところで一体。どこに行くんですか？待ってください。魂をより分けるのだ。魂の循環の中でガイアの魂を淀ませ、次第にテラの魂を流していく。本来あるべき速度より、魂の流れを加速すること。それが戦乱の意味だ。そして時が満ちたとき、ガイアの魂はなく、ガイアは完全にテラとなるのだ。そんなこと、どうやって？お前たちも目にしているはずだ。イーファの木、そしてそこから発生する霧、ソウルディバイダー。それがイーファの木の役目。そして霧は、よどんだガイアの魂だ。霧は俺たちが止めた。お前の思い通りにはいかない。お前たちの見たものは、イーファの木の裏側に過ぎない。今なおイーファの木は活動し、ガイアの魂の流れをせき止めようとしている。見るがいい、今のこの星の姿を。お、展望台みたいな。ここはここは言うなれば観測所。ガイアの、そしてテラの輝きを見るための場所。どういうことだ？あの光は一体？あれがこの星の中心だ。魂の循環の始まりであり、終わりでもある。今はまだガイアの輝きと呼ぶべきものだ。しかし、あの輝きが青から真紅に変わるとき、すべての魂はテラのものとなり、テラの復活は完了する。そのために、私はあの光をイーファの木で包み、星の内部から、ガイアの魂をより分け、循環を妨げた。それがイーファの木の真の目的、真の姿だ。お前が地表で見たのは裏の姿に過ぎん。ガイアの魂、霧を廃棄することを止めたとて、この星の魂の流れは変わらん。結局、クジャはイーファの木に魂を送り込む死神だったってところか。そう、私の作り出した死神。ただし、それはお前が成長するまでの間だけ。どういうことだ？何回言うねん、どういうことだ。めっちゃ言うやん。やつの魂に永遠は必要ないのだ。次にお前を作り出すことが決まっていたのでな。
俺が成長してクジャを超えたらクジャの魂は用済みだと。そうだ、もうすぐ奴にはその時が訪れる。どうだ、そろそろ斧が存在の意味が分かったのではないか。分かってたまるかよ。俺はガイアで育ち、ガイアの人間と共に笑い泣き時を過ごしてきた。そのような小さな時より、悠久の時を星と共に生きればよい。お前にはその力があり、世界があり、理由がある。力も何も関係ない。もし俺に帰る世界があるのなら、タンタラスの仲間たち、ビビ、フライヤ、サラマンダ、クイナ、スタイナ、エイコ、そしてガーネット、それだけじゃない多くの人々、あいつらと生きた世界だ。もし理由というのなら、俺の大切な人々に悲しみをもたらしたお前らを、テラをぶっ潰すのはこの俺だ。俺がテラにジェノムとして生を受けた理由はそれで十分だ。残念だな。お前のその魂の形こそ新たなる死神にふさわしいと思ったが。ああ、なってやろうじゃねえか。お前らの死神にな。その力、その肉体だけしか利用できないということか。うるせえ、もうごたくは聞き飽きた。覚悟しやがれ、ここがお前の墓場だ。愚かな。その身を、新たなる魂を迎える器となれ。何を。あ、何、魂だけ抜いたみたいなこと。ただのジェノムにするのには惜しい素材であったが、仕方あるまい。強っ。なんかジェノムに対して最強なのかな、あのジジ。すぐこう魂を入れ替えたりできるってことなのかな。あ、クジャや。またここに戻ってくるとは、不本意極まりないことだが、しかしもうすぐだ、もうすぐあの力が僕のものになる。待っていろガーランド、そしてジータン、僕をバカにした報いをその身に受けるがいい。教えてあげるよ、ガイアの民、そしてテラの民に、誰がこの世界の王として君臨するのか。あ、やばい、ちょっと待って、下から。え、どういうこと、大丈夫これ、これクジャ操作ってこと。ガーランド操作やったらもう完全に死んでるけど。あら、藤壺みたいな、藤壺に囲まれてるの。